りたいことができています。相手がプッシュしてくるところを逆に封じて手前リレーボルト打ち勝ってクヤンピー、リレーボルトでシネットもカバーできませんでしたからね。ただナビも裏から2人が詰めています。その詰め警戒にもセイフが対応しています。かなり警戒してますね。さあセイフは表、今度はソルカスを後ろに配置しました。水月合計5名のエントリー、1人で耐えなければいけない斉藤中、さすがにこれは難しいでしょうか。さあここもソルカス手前にいるのが分かりました。パラノイアを受けます。そのカバーにすでにヤンピーが加わってきて、ヤンピーのエース